横浜流星、横浜流星。どうも、スカイネジです。ちょっとね、今日なんですけど、まあこの前報告したちょっとね、アダルトショップのバイトを辞めてしまったんで、まあその話しようかなと思って、まあ結果行ったの1日だけなんですけど、はい、1日で辞めました。うぃ横浜流星、横浜流星ってことで、まあその話をねしようかと思うんですけど、まずなんでアダルトショップ選んだかっつったら、で、まあ、お金なかったのもそうなんですけど、まあ楽しそうだったからっていうので選んで応募したんですけど、まあ、で、ね、7日の日に、今日がね今10日かな、10日なんですけど、まあ、7日の日にちょっと行ってきたんですよ。で、行ったんですけど、行って初め何やったかっつったら、まずはレジの仕事を教えてもらってレジ打ちしたんですよ。で、あと何やったかって言ったら、その AV の並び替えやって、で、棚の整理してっていう感じの作業をね繰り返すっていう一日だったんですけど、まあ非常につまんなかったですね。まあ、はい、なんでやめました。横浜流星、横浜流星、横浜流星、横浜流星。で、なんかあの仕事中に結構あの説明とかしてくれるじゃないですか、ここをこうした方がいいよとか。で、なんかその時にあの AV の音めっちゃうるさくて全然聞こえないですよ。なんかすっごい喘ぎ声ばっかりいろんなとこからしてるんで全然聞こえなくて、ちょっとそれが面白かったんですけど、そのせいでめっちゃ怒られちゃって、仕事になんなかったですね。あとレジって意外と難しいんですよね。はい、まあそんな感じなんですけど、ってことでやめましたね。で、辞めたんですけど、まあ、辞めてすぐ仕事見つかって、今ねちょっと別の仕事してるんですけど、まあ、今日も行ってきたんですけどね、なんでちょっと助かりましたね。はい、なんでまあ、そんな感じですね。まあ嫌な仕事はすぐ辞めましょう。はい、そんな感じです。コッ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 。